どうも、ウルマです。本日の動画はですね、こちら。はい、ZOZO タウンの方でアイテムを購入してきまして、こちらの企画はですね、先月から始まった新企画になってるんですけれども、現役バイヤーの自分がですね、ZOZO タウンの方で人気ランキングに入ってるアイテムですね、こちらから気になったアイテムっていうのをセレクトさせていただいて、実際購入してレビューさせていただくというコーナーになっております。で、本当にね、売れてるアイテムからセレクトさせてもらってるので、多分、ZOZO タウンのランキングを普段見てて、このアイテムってどんなアイテムなんだろうとか結構気になってる方も多いと思うので、さすがにね、ランキングに入ってないアイテム全てはレビューできないんですけど、結構ね、常にその月その月にランキング入ってるアイテムっていうのを中心にセレクトさせてもらってるので、もう少しでもね、参考になればなと思っております。でね、今月は3点購入してきたので、もう一個一個ね、まだ荷物開封してないんですよ。なんで、ほんと開けながらね、いろいろ確認してガチレビューしていこうと思います。でですね、動画の最後の方に今自分が着てるアイテムなんですけど、オープニングアクトからね、今週末に新作がリリースされるので、ZOZOで買ったね、今回のアイテムレビューした後に簡単にね、自分のアイテムの紹介もさせていただくので、よろしくばそちらも見てもらえたら嬉しいです。はい、というわけでですね、前置き長くなってもしょうがないので、早速ね、開封していこうと思います。じゃあまずはちっちゃい方の段ボールから開けてみようかな。さて1点目のアイテムなんですけど、こちらですね。まず1点目のアイテムがですね、ボトムになりますね。こちらになります。もうパッと見てね、わからないと思うんですけど、アイテムの方がですね、ショップ名がロッキーモンローさんのメンアサリブパンツになります。アイテムがこちらですね。こちらのアイテムね、ランキングでも見たことがある方多いと思うので、どんなアイテムなんだろうって気になった方多いと思うんですけど、で、このアイテムに関してはね、これ今年だけじゃなくて何年にもわたって結構人気アイテムなんですよ。それこそ2、3年前ぐらいからかな、ほんと売れてって、ほんと累計何万本っていうクラスで売れてるんだよね。このロッキーモンローさんってお店の中でも多分ナンバーワンの人気アイテムなんじゃないかなって思うぐらいなんだけど、実際ね、実物見るのは自分も初めてなんですよ。で、こちらのアイテムに関してはね、ちょっと自分も初めて見るので、ちょっと確認する時間をもらえたらと思います。はい、というわけでですね、ちょっとアイテムの詳細とか試着とかさせてもらったので、ちょっとね、一個一個ご説明していこうと思うんですけど、まずこちらのアイテムですね、ロッキーモンローで買った綿アサリブクロップドパンツになるんですけど、まずお値段の方がですね、約3500円で購入いたしました。でもね、このアイテム結構セールとかになってたりもするから、そのタイミングでね、価格違うんですけど、自分は3500円でしたね。でですね、こちらのアイテムの最大の特徴なんですけど、このリブクロップドパンツっていう変わったシルエットのところなんですけど、実際まずね、履いたところを見せていこうと思うんですが、履いた感じがこんな感じあります。はい、いや結構ね、細身です。これ結構ね、商品ページの着用感を見ると、割とまあ細身ではあるんですけど、ゆとりある感じなのかなと思いつつ、結構ね、届いたもの、今回自分 L サイズを購入してるんですけど、それで見ても相当細身ですね。でね、こちらのアイテムの素材の部分なんですけど、商品名にもあるように綿アサ素材ですね、使われてまして、このボディの部分がリネンが 60% でコットンが 40% になってて、で結構細いのパンツなんですけど、ストレッチが入ってないんだよね、ポリウレタンが、っていうところもあって、まあ、細身でもあるし、ストレッチ入ってないから、割とサイズ間違えると結構パツパツになるんじゃないかなって印象ですね。自分はこのふくらはぎの部分が割とね、結構細くて、履けないこと全然なかったんですけど、気持ち窮屈な感じでしたね。ただね、クロップのパンツって着方間違えたりとかするとすごい子供っぽくなったりもするんですけど、このアイテムね、やっぱ売れてる理由がそこにあるのかもしんないんですけど、絶妙に子供っぽくギリギリならないというか、そういうところが支持を受けてるんじゃないかなって思いますね。まあ、お値段は3500円ってところもあって、あとこのアイテムって他のショップにあんまないんだよね。だから競合がいないっていうところもあって、人気を集めてるんじゃないかなって思いましたね。で、先ほど見たように裾に向けてやや細くなってるので、気持ちテーパードしてるのかな。あと裾にね、こんな感じでリブクロップドっていうぐらいなので、こんな感じで裾口がリブになってますね。で、ウエストの部分は特にゴムは入ってないんですけど、一応紐がついてるので、なんかもし緩かったらね、絞って調整することは可能です。あと後ろのポケットですね、こちらはスラッシュポケットでなんか貼り付けポケットになってるので、比較的カジュアルな印象のボトムになりますね。でね、生地感なんですけど、まあ綿アサっていうところもあって、そこまで厚手ではないですね。ただ薄いっていうところもないので、もう程よいね、肉感の生地なんじゃないかなって思いますね。程よく清涼感も感じられつつ、まあ、薄さも感じない、これは生地としては悪くないんじゃないかなって思いますね。で、あとフロントの部分に関しては、こちらジップですね。やや走り具はちょっと硬いけど、まあギリギリ許容かなって感じですね。 YKK のジップとかではなく、まあローカルジップですね、使われてるんですけど、まあ使っていくうちに馴染んでくるぐらいのジップなのかなとは思いますね。でね、アイテムのお値段に関しては、最初に言ったように3500円ぐらいなんですけど、アイテムのクオリティ的には正直普通ですね。この3500円に対して質がめちゃめちゃいいとかめちゃめちゃ悪いってわけではないんですけど、ただ他のショップではね、なかなか出会えないようなアイテムになってるので、そういうところで見てもね、まあ独自性があったね、売れてるっていうのも結構納得のアイテムなんじゃないかなって思いますね。
はい、というわけでですね、一つ目のアイテムのレビューは以上なんですけど、ちょっと冒頭に説明するの忘れちゃったので改めてなんですけど、今回の動画で買わせていただいたアイテムですね、紹介させてもらったアイテムに関してはプレゼント企画を行っておりますので、よろしかったらですね、概要欄から応募方法とかね記載しているので、そちらチェックしてもらって参加してもらえたらと思います。はい、というわけでですね、まず一つ目の箱がこれ以上になるので、もう一つの箱だね。はい、こちら開封していきながら次のねアイテム出していこうと思います。はい、それでは二つ目のアイテムなんですけども、こちらになります。はい、今回ですね、シューズを購入してきたんですけれども、ブランドがリーボックさんですね、こちら購入してまいりました。で、アイテムの方がですね、はい、こちらになります。これ近くで見るとこんな感じになるんですけど、アイテム名がですね、フューリーライトサンダルになります。こちらお値段の方が7689円で購入してまいりました。まあ、ゾゾタウンってね、探してみると色々サンダル出てくるんだけど、このね、リーボックのサンダル結構売れてますね。まあ、アイテム名にもあるように、フューリーライトって書いてあるので、まあ、どこでね、ポンピフーリーみたいなデザインを結構取り入れてるような感じになってるね。ほら、これフロントの部分とか、ほんとポンプヒューリーっぽいよね。今現状ね、ゾゾタウンランキングとかで常に売れてるので、このね、レイボックのサンダルか、あとナイキのサンダルも売れてるんですけど、これ結構ね、新商品というか、今年で特に見る機会が増えたようなサンダルになってるので、結構気になってる方多いんじゃないですかね。これはちょっと詳細見ていこうと思います。はい、というわけでですね、詳細確認させてもらって、実際試着とかもさせてもらったんですけど、まずですね、自分の率直な感想なんですけど、今回このサンダルが、7689円かな、約7700円で購入させてもらったんですけど、ちょっとお値段に対しては、なんか、思った以上に結構チープな感じでしたね。最近サンダルもさ、いろんなブランドから出てて、ほんと7000円とか8000円ぐらいで、平気でね、サンダル買えるんですけど、そことかいろいろ比べても、結構スポーツブランドのサンダルって、お値段以上に感じることが多いんだけど、珍しいってぐらいあんまり質高くないなっていうのが結構正直な感想ですね。なんでだろう。まあ、実際に履いた感じもソールとかはねこんな感じで結構ボリュームややある感じでなってるんですけど、まあ、特別ね歩き心地もいいわけではないんですよ。悪くもないんですけど、かもなく不可もなくというか、ただやっぱこの形でリーボックさんってところもあるから、ちょっと履き心地期待するじゃないですか。あんまり感じなかったですね。で、一番自分が気になったのはこれ結構ねストラップこんな感じでフロントの部分ベルトのタイプになってるんですけど、結構ね着用した時にこうねしっかりねこれ固定したんですよ、このベルトの方で。それでも結構かかとのねここの部分から割とすぐにってわけじゃないんだけど、何歩か歩いてると結構ずれてきたりとか、ちょっと違和感を感じるんですよ。まあ、ね、もちろん自分の足の形と合わないとかそういうところもねあると思うんですけど、自分もねいろんなサンダルとかいろんな試着だったりとか実際履いてみたりするんですけど、他にはない違和感というかちょっと意外でしたね。でね、あとはデザイン的な部分のこのフロントのポンプヒューリーっぽいようなデザインにはなってるんですけど、まあ、ここのデザインは割といいかもしれないですね。だから割とねこういう感じのアイテムがあって、これ、ね、別のモデルではあるんですけど、ポンプヒューリーのモデルが三大になりましたっていうアイテムがあって、ここ数年ずっと人気だったんですよ。それをちょっと安価で作ったようなデザインになってるんじゃないかなと思って、やっぱね元々さっき紹介したサンダル、これですね、改めて出そうなんですけど、これめちゃめちゃ売れてるんですよ。ただそのアイテムに関しても何シーズンか売った後なので、ある程度ねピークは去ったところもあるので、だからこそねちょっと安いラインをぶっ込んできたんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ただ商売的にはよくできてるんじゃないかなと思いますね。やっぱポンプヒューリーのデザインをある程度落とし込みながら、しかもお値段は7700円くらいで購入できるっていうところで、しっかりね価値を感じる人っていうのは正直いると思うんですよね。なんでね、自分が言わせてもらったポイントがもし気になる方がいらっしゃれば、購入をね検討してもらってもいいかもしれないですし、もしね可能であれば、今回ねゾゾタウンで購入してるものではあるんですけど、店頭に行っても多分あると思うんですよね。ウェブ限定とかじゃないと思うので、なので一回実物を見てジャッジしてもらってもいいんじゃないかなって思います。多分ね靴だから、スニーカーと違ってサンダルって結構サイズが合わないこととか、サイズ選びとか結構ね独特だったりするので、こちらのアイテムに関してはね実物を見ることをお勧めいたします。で、今回はねこのオールブラック買ってるんですけど、あとねオールのソールが白いやつもあるんですけど、個人的にはこのソールがブラックの方がかっこいいんじゃないかなと思って購入しました。で、最後にですね足元履いてみるとこんな感じになります。はい、まあ、ちょっとね辛口にはなってしまったんですけど、まあ、やっぱね動画のコンセプトがガチデビューになってるので、まあ、忖度なしでねちょっと触れていこうと思っております。はい、それではあと1点ですね、こちらになるので次に移っていこうと思うんですけど、はい、 T シャツなんですよ。このアイテムに関してはちょっと以前からですねちょっとレビューをしてほしいとか、動画のコメントだったりねインスタの DM とかでちょいちょいいただくブランドで、まあ、気になってる方はめちゃめちゃ多いと思うんですよ。で、そのアイテムなんですけど、こちらになります。
はい、これ見ただけだとね、なかなかわからないと思うんですけど、このアイテムがですね、ブランドがリメールさんのアイテムで、アイテム名がですね、ルーズベーシックティーになります。で、お値段が3960円、購入しましたね。で、このアイテムね、常にランキングの上位にいるじゃないですか。これ、累計販売枚数とか見ることができるんですけど、めちゃめちゃ売れてますよ、これ。多分ゾゾタウンの中の無地 T シャツで多分一番売れてるんじゃないかなっていうぐらい売れてます。で、このリメールってブランドに関しては、このファッションインフルエンサーさんのジュンさんですね、ジュンさんがディレクターを務めるブランドになってるんですけれども、多分インフルエンサーブランドさんの中でゾゾタウンの中で言うとトップクラスの人気を誇るブランドになってるんですよね。では、ちょっとこちらのアイテムの詳細見ていこうと思うので、少々お待ちください。はい、というわけでですね、こちらのアイテムの方ですね、いろいろ見てみたので触れていこうと思うんですけど、まずリメールのアイテムの特徴ですね、こちらに関しては本当デザインが本当にベーシックですね。結構インフルエンサーさんがやるブランドってちょっと口癖あったりとか、デザイン性が結構入ってたりとか、そういうものがあるんですけど、ジュンさんの手掛けるリメールに関しては本当にそういうところを削ぎ落としたマジでベーシックなブランドになってるんじゃないかなと思って、多分そういうところも売れてる理由の一つなんですよね。で、意外とインフルエンサーさんのブランドでシンプルを突き詰めるってなかなかないんですよ。だから着目点が素晴らしいなって思いましたね。で、リメールさんが結構特徴的で、割とブランド側もね、押し出してきてるのが、この色味というか、なかなかありそうでないカラーっていうのを投入してくるっていうのが特徴で、今回ね、この購入したカラーに関しても、これライトグレーになるんだけど、なかなかありそうでないんですよ、この色って。でも、ジュンさんね、そこ、色味に関しては相当こだわりがあるタイプの方みたいなので、そのこだわりがね、しっかりアイテムに反映されてると思います。これ、実物初めて見たんですけど、思った以上に生地いいですね。お値段が4000円ってところで、無地の T シャツに関しては決してね、安いものではないんですけど、まあ、色味もね、なかなかギリギリ他のブランドにないカラーリングにプラスして、まあ、生地感もね、ほんと7オンス近いというか、7から8ぐらい、結構ね、厚手の生地になってて、まあ、例えて言うなら、ユニクロユーさんね、めちゃめちゃ売れてる T シャツあるじゃないですか。それよりも気持ち厚い感じかな。で、形に関しては、このトレンドのビッグシルエットですね。結構ね、着丈も身幅もしっかりしたサイズ感になってますね。まあ、そういうところもあって、支持を受けてるんじゃないかなって思いますね。確かにこの形とか生地感気に入れば、一色じゃなくて複数買いしてる方も多いんじゃないかなって思うぐらい、なんか売れそうだなって思うアイテムですね。で、アイテムのクオリティに関してはですね、まあ、4000円の中で言うと、まあ、可もなく不可もなくかな。今のご時世で、ね、4000円出せばね、めちゃめちゃクオリティ高い T シャツとか買うことできるんですけど、リメールに関しては色味とシルエットですね、そこは割とね、特徴的ではあるので、これが気に入った方であれば、4000円で価格ね、全然出してじゃないと満足してもらえるアイテムになってると思うので、今ね、リメールさんって多分実店舗がないオンラインだけのアイテムになるから、結構実物見てね、買うことはできないんですけど、少しでも参考になればなと思っております。で、このブランドの唯一の注意点一つですね、こちらはさっき言ったようにサイズ感が結構特徴的で、他のブランドと比べても結構サイズが大きいんですよね。サイズ表とか見ていただければわかるんですけど、結構着丈とか身幅とか他のブランドと比べて結構相当大きくなってるので、サイズ選びはね、わりかし難しいんじゃないかなって思いますね。ただジュンさんがね、普段インスタグラムだったりとか YouTube でアイテムのことをね、すごく丁寧にご説明されてるので、まあ、あの投稿ちゃんとチェックしてれば、まあ、そうそう失敗することないんじゃないかなと思うので、購入する前はね、ぜひね、そちらチェックしてもらえたらなと思います。で、こちらのアイテムですね、実際着てみるとこんな感じです。はい。いや、けどほんとね、リメールさんは人気なんですよ。ほんとゾゾタウンの中だと、ほんとジュンさんかゲンジさんか、その二大巨頭って感じなのかな、今は。すごいですね。いや、自分のブランドをさ、ほんとゾゾタウンとかに出店してないからさ、なんか出たらランキングとかどうなるんだろうとか、結構思ったりしますね。今のスタンスがね、割と気に入ってるんですよね。ゆるーく。はい、というわけでですね、今回購入した3点のレビューは以上となります。で、最後にですね、おさらいなんですけれども、今回購入したアイテムですね、まず1点目がこちら、ロッキンモンローさんの綿麻リブクロップドパンツですね。こちら3500円で、お次がですね、こちらリーボックさんで購入したフューリーライトサンドルですね。こちらが7500円で購入してまいりました。で、最後ですね、こちらのアイテムですね、はい、リベルで購入したルーズベーシックティーですね、こちらが税込みで3960円。今回こちらの3点を購入してレビューさせていただきました。なんでね、結構常にね、人気ランキングに入ってるもう3つのアイテムになるので、もう少しでもね、参考になれば嬉しいと思っております。で、今回ね、紹介した3つのアイテムなんですけど、動画の最初の方でもちょっと触れさせてもらったんですけど、プレゼント企画でね、皆さんにプレゼントさせていただくので、よろしければね、概要欄から確認していただいて、ぜひぜひ応募いただければと思います。はい、という感じですね、今回購入した3つのアイテムですね、6月の人気ランキングアイテムですね、紹介させていただきまして、こっからがですね、動画の最初の方でもちょっと言わせてもらったんですけど、自分の運営するブランドのですね、オープニングアクトから新作の夏物がリリース
リースされますので、まあ、今着てるこちらのアイテムになるんですけど、そちらですね、簡単にご紹介させていただければと思います。はい、というわけでですね、ちょっとカメラの視点を変えさせてもらってですね、今週末に販売するオープニングアクトの新作ですね、そちらご紹介させてもらうと思うんですけれども、今実際自分が着てるこちらのアイテムですね、こちらのトップスとボトム、別売りのアイテムになるんですけれども、こちら2点になります。今回販売するアイテムなんですけれども、まずトップスの方ですね、アイテム名が、サイドスリット入り、ハイゲージポンジビッグ T シャツになります。で、下に履いてるパンツですね、こちらの方が、同素材で作られてるハイゲージポンチショーツになります。いや、今自分はね、この上下セットで、セットアップで着てるんですけど、もちろん別々で着ていただくことも可能ですね。いやね、この夏に向けてさ、やっぱ着心地がいいもの欲しいじゃないですか。いや、このポンチの最大の特徴が、もうまず着心地がめちゃめちゃいいんですよ。かつ、ポンチっていうね、素材の特性上、上品名もするし、伸縮性も高いし、上品なんだけど、どこかスポーティーなルックスもあるような、もう自分にほんとドツボな生地なんですよね。結構自分普段は綿素材だったりとか、そういうものを着るんですけど、結構スポーティーなルックスも好きじゃないですか。スポーツブランドが結構多く着るんですけど、ただ、スポーツブランドから出る夏のセットアップって、あんまこういうアイテムないんですよね。結構ね、厚手のカットソー素材だったりとか、裏毛素材とか、そういうものが多いんだけど、なかなかね、なんか世の中にないものを作りたかったので、今回企画して作らせていただきました。いや、めちゃめちゃね、自分的には満足の出来なんですよね。こういうセットアップのアイテムって、一歩間違えるとちょっとやからっぽくなったりとか、部屋着っぽくなっちゃうのが嫌なんですけど、そういうところをね、排除して企画させてもらいました。ではですね、アイテムの特徴の方を簡単に説明していこうと思うんですけど、まず T シャツの方ですね。はい、という感じでですね、手に持ちながら紹介していこうと思うんですけど、こんな感じのポンチ生地ですね、になっております。まず伸縮性がめちゃめちゃ高いですよ。こんな感じ。めちゃめちゃ伸びるんですよね。だからまず着ててストレスが本当にない。なのにかっこいいっていうね。で、アイテム的には結構シンプルなデザインにはなってて、商品名でもある通りね、サイドスリット入りなんですよ。こんな感じで。こんな感じでサイドスリット入ってるんですよね。ただこのサイドスリットもジップで開閉することができるので、こんな感じ。でね、ジップ自体もめちゃめちゃ細いジップ使ってるので、デザイン的にもスッキリしてるんですよね。で、こんな感じでね、どことなく綺麗めな生地感にはなってるのに、なんかジップが太かったりすると、チグハグしちゃったりとか、デザイン的に邪魔をしちゃうので、極力目立たないジップを使いたかったんですよね。なので、この細ジップを採用させてもらいました。で、サイズ感的には相当ゆったりめに作らせていただいております。で、今回ね、リリースさせていただくこのポンチシリーズですね、このビッグティーとショーツなんですけれども、まあ、着心地だったりとか、シルエットだったりとか、そういうところもね、先ほど言ったように、結構こだわらせてもらってるんですけど、やっぱ色味ですね、こちらの方も結構力を入れてセレクトさせてもらってて、一色一色ねご説明させてもらうと、今自分が着てるこちらのカラーですね、こちらがオフベージュカラーになってまして、まずねモデルさんに着てもらってるんですけど、トップスで着るとこんな感じですね。あとセットアップで着るとこんな感じになります。で、今回のアイテムに関してはもちろんね上下で着ることも可能なんですけど、本当1枚で着てもらってもね、本当に着やすくなってますし、多分お手持ちに持ってる普通のビッグティーとかと比べると、まあ素材感だったり、まあ、シルエットだったり、あとはなかなかない色味になってるので、これから買い出すアイテムとしても本当絶妙な出来になってるんじゃないかなって思いますね。で、次のカラーなんですけど、さっき持ってたこちらのカラーですね、こちらがライトグレーになります。これがね結構モノトーンにもハマるし、けど全体をね淡いカラーリングに合わせてもらってもいいカラーリングになってますね。ちなみにトップスでスタイリングするとこんな感じで、セットで着るとこんな感じですね。まあ、自分的にはなんかネイビーのパンツとかと合わせてもらうとすごく上品に着ることができるので、それこそ自分のブランドからリリースさせてもらってるノーブリアントのねスラックスのネイビーとか、割とあとはピンクとか、そういうものと合わせてもらってもいいんじゃないかなって思いますね。ブラックとかはねもちろん言うまでもなく合うんだけど、で次のカラーなんですけど、こちらですね、ブラックになります。まあ、やっぱ一番モード感出るカラーになってるんじゃないかなと思って、トップスで着るとこんな感じで、セットで着るとこんな感じですね。結構ねこのブラックがセットで着ると印象が引き締まるし、なんかねほんと着心地楽なんだけど、スタイリングが決まるんですよね。で、こちらのアイテムね、今手元に持ってるサンプルなんですけど、自分がねプライベートで着るカラーはこのオフベージュだったりブラックが着ることが多いですね。で、最後のカラーになるんですけど、こちらになります。はい、こちらがオリーブカラーになります。もうなかなかオリーブっていうとちょっとなんかカジュアルっぽいカラーリングに思いがちなんですけど、なんかねこんな感じのカラーになってて、ちょっとくすんだようなカラーリングになってるし、どこか上品なルックスになってるんですよね。ちなみにこちらトップスで着るとこんな感じで、セットで着るとこんな感じですね。まあ、全然上下で着てもらってもさ、なんか価値
ュラルな感じにならないでしょ。なんか着やすいですよね。だからさ、このカラーで上下でかっこよく着れるアイテムって結構ね、アパレルの中で見てもあんまりないから、結構探してる方とか結構新鮮に映る方もいると思うので、自分的には割と推しのカラーになってますね。はい、という感じですね、アイテムの簡単なご説明は以上となりまして、最後に改めてですね、カラー展開とあと商品の価格ですね、ご説明してもらおうと思うんですけど、まず今自分が着てるこちらですね、こちらオフベージュになります。次がこちら、ライトグレーになります。で、次がですね、こちら、はい、こちらブラックになります。で、最後こちらですね、はい、こちらがオリーブになります。でですね、ボトムに関してのご説明なんですけど、シンプルな構成にはなってまして、こんな感じでフロントの部分はね、紐が見えないんですけど、内側にね、こんな感じでしっかり紐がついてるので、ウエストもね、ゴム仕様になってるんですけど、緩めであればしっかり絞ってもらえばサイズ調整が可能ですね。で、シルエットですね、丈感に関しても、まあ、膝にかかるかかからないかぐらいのシルエットになってまして、まだね、この腰で履いてもらったりとか上で開けてもらったらね、多少の調整はできますし、まあ、裾口に関しても広がりすぎてないようなシルエットにしてるので、あんまりだらしなくなりすぎないように上下でバランス取りやすいようなシルエットで作らせてもらいました。もちろんね、このアイテムで1枚で着たいって方の方が多分多いと思うんですけど、中にはね、自分みたいに上下で着たい方も多いと思うので、まあ、トップスの方がね、用意してる枚数の方は多いんだけど、ボトムがちょっと少ないかな。ただね、2つのアイテムどちらもあんま数作ってないんですよ、今回も。で、今回こちらのアイテムに関しては受注販売とかではなく通常販売になってるので、まあ、完売してしまうとね、こちらのアイテムに関しては追加生産がないアイテムになってるので、よろしければね、こちらのアイテムご検討いただければ嬉しいです。でね、ボトムに関してなんですけど、後ろは貼り付けポケットになってまして、ほんとアイテム全体はシンプルな構成になってますね。はい、という感じですね、以上がですね、アイテムのデザイン的な部分だったりとか、あと生地の部分ですね、あと色の部分のご説明は以上といたしまして、最後ですね、こちらのアイテムの販売価格と販売日についてのご説明をさせていただこうと思うんですけれども、まず今着てるこちらのビッグ T シャツですね、こちらのサイドスリットビッグ T に関しては、こちらお値段の方はですね、税抜き5400円で販売させていただこうと思っております。で、続いてですね、こちらのショーツですね、ショーツに関しては税抜き4500円で販売させていただきます。なので価格で意識したのが、上下で税抜きではあるんですけど1万円アンダーで買うことができるっていうのをポイントにしてて、やっぱ自分のブランドってやっぱり ZOZO タウンとかそういうものを経由しない分、まあ、原価率とかもね、ギリギリで走ることができるので、まあ、コストパフォーマンスがね、高いものをお届けできるっていうのが自分のブランドの武器でもあると思うので、もうそこはね、フルで活用させてもらっております。で、このアイテムに関してはね、モデルさんの着用画像とか出しながらご説明させてもらったんですけど、もちろんファッションアイテムとしてですね、もういろんなスタイリングでもベーシックだから使えますし、あと最近はですね、やっぱ家の中で着る服ですね、ワンマイルウェアだったりとか、ちょっとしたお出かけとか、そういう時にもね、すごく活躍してくれるアイテムだと思うので、ぜひぜひご検討いただければ嬉しいです。で、最後ですね、こちらのアイテムの販売日なんですけれども、今週末の日曜日ですね、6月の27日の日曜日の夜21時から販売させていただくので、よろしければそちらチェックしてもらえたら嬉しいです。で、アイテムの詳細についてはですね、概要欄の方に商品ページの方ですね、リンク貼らせてもらうので、そちらチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画ですね、少しも参考になったとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネルの方お願いいたします。まあ、あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムとツイッターのアカウントも貼らせていただいておりまして、日々ファッションニュースだったりとか日々のスタイリングとかもさせていただいているので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。